トキ君は俺のファン、うん、そうです後輩が上手だね当たり前の大切さを知った。そう、うるさい顔してるなやっぱ見たみんな、今のが俺の悪いところを受け継いだ結果そうだ。さあ始まりました、漫画あふれるコミックシーマープレゼンツの声優バラエティー、わちゃわチャンネルでーす。さあということで、この番組では私たち声優陣がわちゃわちゃと楽しいトークを交え、電子コミックの楽しさ面白さを深掘り、うん、あなたのおうち時間に寄り添い素敵な漫画を見つけられるハッピーな時間をお届けしますよ。イエイ。カンペが全然動かなかったからさ全然動かなかったから結構やってるはずなんですけどね、焦っちゃった今テンパっちゃったさあということでですね、今回早速今回のゲストさんご紹介したいと思います。この方です。はい、皆さんこんにちは、声優の徳俊一です。よろしくお願いいたします。なります。ていうかさ、まずさ、ちょっとトキ君と話をする前になんだけどさ、うん、俺このテーブル知らないんだけど。え、知らないの？知らない。初テーブル？何このテーブル？いいでしょ、このテーブル。何なの？出してくださったんですか？そうなのよ。俺の時は、うん、俺の時はっていうか、いつも俺らなんだけどね。いつも俺らなんだけど。みんなそうそうですよね。まあ、結構イレギュラーとかでね、はい、もう一組の福山さん、高橋千秋さんペアのか、うん、どちらかと、なんかミックスでやったりとかすることがある、はいはい、でこの間たまたま私と福山さんがコミックスでやらせていただく会があって、うん、その時にテーブルがあって、はいはいはい、このテーブル最高なんだけど逆になんで今まで出さなかったって責めて、台本どうしてた今までこう、こうよ、こうよ、結構重いじゃん。これ、そうね、ずっと持ってるんですか？そうよ。絶対嫌だ。疲れて、絶対嫌だってしちゃったよ。疲れて、こうやって置いてたからね、俺。そうそう。今まで。で、しかもこれを見ながらさ、カードゲームとかやったりするのよ。そうそうそう。あ、そうですよね。そうコーナーとかもありますね。そうなの。なんて便利なんだろう。え、じゃあその回からこれが生まれたってこと？その回からなんですか、ずっと？あ、そう。検討しますって言ってたから。え、でも、じゃあむしろその回まで一切検討する気なかったんだ、このテーブルについて。結構、この番組やってらっしゃいますね。もう2年、あ、2年ぐらいじゃない？気づくの遅い2年ぐらいやってるね。ですよね。うん。そうだね、知恵を絞って絞って2年かかったんですね。2年かかった。2年だよね、2年ですよね。丸2年だ、ね、だって11月だもんね。そうだね、丸2年入ってる、ね、そう、ちょっとね、それが気になったんで、うん、もうぜひこれレギュラー化してほしい。ありがとうございます。レギュラーテーブルです。ぜひよろしくお願いします。ぜひレギュラー化。声優さんの生放送とか収録物って、うん、このテーブル当たり前のようにこうあるじゃないですか。台本があるからね、あるもの、あるのが普通って考えてる、うん、それそういうことじゃないですね。そういうことなんだ。あることの喜びをちゃんと実感していかないと。当たり前の大切さを知った。そう、うるさい顔してるなやっぱ待って、ちょっと2人の関係性はってどうなんですか。いやもうトキ君と俺は、トキ君は俺のファン。そうです。違う、僕はこの仕事を別に豊永さんを目標に始めたわけじゃないんですけど、それはそれもそれでだな。言い方が結構トゲがあるよ。違う、でも、なんて言うんでしょう、僕が、いろんなコンテンツでこう最初にお世話になった先輩っていうんですかね、が本当豊永さんばっかりだったんです。例えば1年共演すること多かったんですね。1年目で、うん、その僕にちゃんと名前がついて、うんうんうん、メインでやらせていただくっていう時の先輩が豊永さんなんです、うん、でイベントとかやった時に、うんうん、その僕がまあ本当一番の新人だったんです、そのコンテンツの中で、うんうんうん、っていう2人が、僕と寺島純太さんっていう2人が、まあ、イベントの MC をやるよっていう時に一緒にいてくださったのが豊永さんなんですけど、なるほど、まあ喋る、時間キープ、タイムキープというものができなくて相変わらずなんだね、年。そうですね、彼これ そこからもう7年とか年そうだから、そういう意味で言うと新人くんに、うん、これが苦行を与えてたな。そうだよね、これぐらい喋んなきゃダメだぞというものをプレッシャーを与えてきたわけだよね。前日に僕と寺島純太さんでジョナサンで2時間ぐらいどうやったらタイムをうまく言えるかなっつって2時間ぐらい作戦会議をするんですけど、かわいいな豊永さん、そう最悪この時間をこうカットするしかないなっていう真面目なトークをするけど、うんうん、それ以上に伸びてしまって、でも全然その後でも散々ふざけるんですけど、やっぱりこう江口拓也さんとかもいらっしゃって、2人であちょっと伸びたなって瞬間にスッて身を引いてタイムをこう戻してくれるっていう、これがプロかと思って学んでいこうって思いましたね。これま、この番組でもさ散々さ、うん、伸びてるじゃん。伸びてるね、うん、思っているんです。男性の方、豊永さんと福山潤さんじゃないですか、うん、2人で24時間テレビできるお二方ですもんね。おしゃべりだけで、いやと思うじゃん、と思うじゃん。福山さん回見てごらん、意外と千秋さんすげえから、
外と千秋さんすげえから。千秋さん尺がこの4人の中で一番長いよ。そ そうなんですか、うん、そうだよ、うん、今多分ね、わちゃチャンネル内で順位つけるとしたら千秋さん、福山さん、俺、マリナの順番で、そうそう、じゃあもう、いろさんが一番のバランサー、私のバランサーよ、バランサー、ね、バランサー、バランサー、素晴らしそうですね。そうだから、まあ、あのトキ君もね、はい、俺のいいところも悪いところも学んでってくれてるから、まあもうほぼね、教え子みたいなもんだもんね。そうだから頼むから俺みたいになるなって思ってる。それはもう遅いと思う。多分ダメだよ。遅いかな。もう遅いでしょ。そうですね、うん、あの豊永さんのちょっとずれて笑う、こうなんか何か人笑いあった後に、うん、って笑いあるじゃないですか。あれ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 、俺やるようになっちゃったんですよ。あれ研究しすぎなのよ。違う、こうなんか台本の設定とかでこうやってて、いやこれ絶対ぐだつくだろうな本番ってなって、うん、はいわかりましたいや、すごい恥ずかしいわ。今日3回くらいもやってる。でもめっちゃわかる。あるよね、あの笑いね。やるけど、え、まあ、マリナとトキ君はどうなの。ほぼないんだよね。ないんです、ないのよ。あら、それこそあのいおさ、まあ、僕も一緒に参加させて、言っていいよ、大丈夫だよ。パララ イっていうコンテンツで初めて僕あの、まあ、現場ですれ違ったこととかはあったんですけど、うん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 、そうやってお話とか登壇させていただくのはあれが初めてだったので、だからなんか、わちゃわチャンネルは何なんだろう、パララ愛を一人一人呼んでコントリートしようとしてるのかな。、まあ、前回、まあ、おきあいさんとかもね、おきあいさんもいらっしゃったね、結構ね、パララ愛とね、こうズブズブの関係になろうとして、小林くんもね、あ、そうだ、小林君もそう、小林君もいらっしゃってたし、でも一人一人呼んでくれたつもりだと思うよ。いやでもあのコンテンツ、あの喋るのが好きな方たちも多いと僕は思ってる。別に喋る機会ないのに。そうなんです。なかなかこうクロストークする機会あんまないですけど、ね、でもライブでさ、ね、人一倍喋ってたよね。そうです。いやでもまとめてくれるんですよ。そうなんです。助かるよね。そうなんですよね。いやすいません、そう思っていただけているなら。いや、あんだけ人数が多いとさ、誰が喋るみたいな、そうってなるのよ。空気の読み合いになる中、一人なんかふざけて、やっぱさ、その壁をぶち壊していかないと、やっぱり皆様にエンタメを届けることはできないと思ってしまうわけですよ。確かに。変に偉いこと言ってまとめようとするのも癖ですよね。あとさ、ライブの時喋りすぎね、あのパラライじゃない自分のライブ、ね、僕もよく配信を見させていただいたんですけど、さあ今回ご紹介する漫画はですね、こちらでございます。第5回に朗読しました名作、はい、デブとラブと過ちとでございます。はい、まあ、今回ね、なぜこの作品再度ご紹介させていただくかというとですね、はい、なんとこのデブとラブと過ちとが実写ドラマ化され放送中でございます。おめでとうございます。おめでとうございます。めちゃめちゃ嬉しいねこれ。まさかのドラマ化ですよ。だからやっぱ我々がね、うん、やっぱこうわちゃわチャンネルでいろいろ今までもね、ずっと漫画とかをいろいろこうご紹介させていただいている中で、はい、少しでもなんかこうお力になれてたらいいななんて思いを持ちながら宣伝させていただいているわけですよ、うん、我々は。 それがこうなんか実を結んだというか、うん、なんかそこにこう我々が関われてることが嬉しいよね。結構序盤にこうご紹介なさったんですよね。そう、多分ね、我々の2回目ぐらいじゃない。あ、そうなのかもね。1回目か、あ、1回目かもしれない。5回目まあ、オンエア的に5回目ですね。本当だからもう序盤の序盤、ね、あ、そうかそうか、オンエア的には5回 目, 5回目 だからうちら的には1回目とか2回目とか、ね、ルーティンとしてお二方でっていうことですよね。うわー、それすごいですね。そうよ、再びこのご紹介できるっていうことってなかなかないですよね。しかもなんかそのあの作品ならではのさ、もうデブラブって言っちゃうけど、言ってるデブラブならではのさ、ね、なんかちょっとこうオフィス内でのこうわちゃわちゃというか、あ、そうだね、うん、なんか企画をね、うん、する人たちのお話ですよね。あのコメディタッチな感じがさ、なんかうちらも結構刺さったりしてさ、刺さったし、アニメ化もいいけど、うん、ドラマ化もいいよねみたいな感じの言ってた感じになった気がするんですね。言ってた、うん、なるほど。それがまさかのドラマ化ですか。いやでも確かにあれはこうドラマ化したらテンポ感もこう大事ですけど、そうあの雰囲気がこう再現できたらめちゃめちゃ面白いですよね。コメディタッチだからさ、よりなんかこう、なんか扱ってる内容的にはさ、いろいろとさ、こううってなる部分もあるけど、 そうですね、それを面白くしてくれるから、いやあれをね、見られると思うと嬉しいよね。はい、ということで現在東京 MX などで絶賛放送中でございますので、皆さんぜひチェックしてみてください、はい、さあということでですね、今回はそんなデブラブドラマ化を記念しまして、2年ぶりに再度同じ作品深掘りしていきたいと思います。それではまずはデブとラブと過ちとにちなんだこんなコーナーから、逆転わちゃわちゃ大義語セリフ対決。大義語、大義語。はい、デブとラブと過ちとは、主人公ゆめ子がネガティブから超ポジティブに180度真逆の性格に、変わったことによりヒット商品を生み出していくのもポイントの物語でございます。というわけで、うん、
それに紐づけてさまざまなお題のセリフの真逆を考え、各セリフをヒントに新たな発見が生まれる対義語ゲームをやってみたいと思います。なるほど。そもそも対義語とはってところから。対義語って難しいよね。まあ暑い寒い、うん、薄い暑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 い太い細い細い細い赤い白い青かもしれないよね。そうですね。その難しいね。そこで結構この主観というか、そうだ、ね、出てくる主観と客観っていう。そうだね。人によって答えが変わる可能性あるんですよ。変わってくる可能性がございますよ。なるほど。今回はどんなことになるのか、はい、誰の答えがより真逆で秀逸な答えになってるか、まあ、なんとなくスタッフさんに、あ、これがいいんじゃないみたいな感じで判定してもらおうかなと思っております。フランクなコーナーですね。フランクそのきっちり考えなくていいよ。いや、割とこれがわちゃわちゃんでるクオリティ。そうです。やりやすい。そうそう、なんかね、対義語アプリゲームっていうのがあるんだって。そうなんですね。YouTube 的には人気企画の一つらしいので、あやかろうとしてるね。あやかりますよ。あやかっていこう。はい、うん、例えばデブとラブと過ちとの対義語を考えるなら、はい、なんだろう、スリムとライクと試みとみたいな。ああ、それでいいんじゃん。真逆じゃなくてもいいんですね。そう、なんか真逆だったらガリと嫌いと正解とみたいなのが何もいいところないですね。そうだね。でもそれちょっとさ、なんかいい感じにやろうよっていう感じですね。なるほど、はいはいはい、ちょっとおしゃれうまいみたいな感じの、うん、より秀逸にアレンジがあっていいというか、より秀逸により秀逸。いやーハードルの高い大喜利ですね、これは。まあ、真逆じゃないのよ、より秀逸だから。秀逸って言葉広い。言いたいだけ、言いたいだけでしょ。完全に より秀逸で。我々秀逸をね、ちょっと高めていこう。なるほどね。めちゃめちゃ言ってるな。はい、はい、というわけで最初のお題はこちらです。どうぞ。バンバン。なるほど。猿も木から落ちる。あー、これをおしゃれに対義語にすんの。おしゃれ、木の対義語ね、木か。え、これ回答はもう思いついた順でいいの。いいよ。あ、いいよ、OKOK。 待って、木ね。猿も木から落ちるね。はいはい、はい、トキ君。俺も水から上がる。水ね。おー、なるほどね。木の対義語、海にしたのか。そうですね、水とか。なるほどね、そうですね。上に、うまいね、下に、うまいね。あとなんだろうな。はい、マリナ。犬が、土から出る。あの挙手してから考えるのはちょっとずるくないですか。わかんない。しかもシチュエーションがわかんない。とりあえず犬はなぜ潜ったの、土に。犬猿の中で犬まではいいんです、うん、犬ってほら掘りたがるじゃん。あ、そうそうそう、出てきたのよ。あ、入っちゃったんだ。入っちゃった、どこか出てきたのよ。はい、はい、セミは土から帰る。土からは帰らないでしょ。セミが、なんかサナギのセミがさ、うん、土から出てきて、ね、でパッパッカーってなって、ブラーってなるじゃん。ブラーってなるじゃん。ブラーでごまかさないで。ブラーまでの期間ちょっとあるからね。出てからあるから。そうですね。生まれるまで、ね。乾いたり、乾くまでもあるからね。あと猿の逆、セミなんですね。うん、あ、そうね。そこもちょっとあれだった、ね。いやでも猿の反対は人かな、どうかな。猿の反対は犬じゃない、やっぱり。もうそう、犬猿の犬猿でしょ。ああ、そっか、うまいね。カンペが逆だな。カンペまで対義語の逆にしなくていいんですよ。あ、違う、カンペこれから出るのね。ああ、そういうことね。この中の正解は、じゃあこちらです、どうぞ。トキ君秀逸。そうなんですね、これはゲスト忖度だったと思います。僕はなるほどね。僕はそうですね、猿の反対はセミが好きです。いやいやいや、いやでもやっぱ猿が来て俺も水からなんだっけ上がるにした、俺もっていうところがまたちょっと秀逸だった。確かにね。だって猿と一緒に上がなんか起きてるってことでしょ。そう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 、猿が木から落ちた瞬間に横にいる俺が、あ、俺も上がろうっていうことなの、ね、時系列が来たから上がるって、そういうことだよね、時系列。ちょっと出会うね、お疲れっつって、そうそう、すれ違えるわけだ。そうだ、ね、ちょうどすれ違えるのね、こうね、猿とすれ違ってパーンってできるみたいな、お先ですっつって。次行きましょうよ。はい、次こういう感じですね。そう、こういう感じね。いいよ、次のお題こちら。はい、どうぞ。バン。生まれてきてごめんなさい。いきなり重いんだけど。はい、お題が重いんだけど。はい、マリナ。私が生きてるよ、ありがとう。イエーイ。なるほどなるほど。いやもう正解出たよ。え、これもうね、こんなもんです。生まれてきてごめんなさい。ごめんなさい。あ、じゃあはいはいはい、トキ君。私が産んだよ、感謝して。あー、うまいな、トキ君うまいわ。ママの気持ち。あとそれこそね、漫画家さんだったら作家さんっていう意思もあります。漫画を産むっていうのが、ね、あ、うまいわ、これ。ますし、はいはい、死んでないよ、こんにちは。
ごめんなさいから挨拶に変わるわけですね。死ぬなよ、こんにちはって。まあ、正しい対義語ではあるよね。そうですね。これは特訓じゃないか。これは特訓秀逸だね。いや、そうですかね。秀逸だね。特訓うまい。どうなんですかね。それでは、結果、はい、こちらです。おっ、おっ、しかも、トヨさん、トシ、しかも、一本ってこんにちは。すごいな、なんか歌のお兄さんが出てきた。そうだね。ああ、ポジティブだったもんね。そうね、うん、確かに、うんうんうん、そういうのね、テクニカルコンポーネンツもありますね。そう、芸術点がやっぱ大事です、ね、言い方も大事。それでは、続いての題いきますか。はい、続いての題、こちらどうぞ。はい、俺たちの戦いはこれからだ。あー、俺たち、はい、はい、じゃあ、じゃあ、トキコ参ります。はい、あなたたちの平和はもう終わりだ。おお。え、わかるわかる。私も悪役だ。私もその立場だった。そういう感じですよね、きっとね、うん。私も今悪役だったよ。悪役じゃ、悪役でならざるを得ない感じですよね。あ、なるほどね。うん。はい。はい。え、もう戦い終わったの？あ、戦いつっちゃったの？大義語になってねえや。戦いつっちゃった。しかもどの立場の？なんか居酒屋行ったらもう終わってたみたいな。え、そう、感染者じゃん。そう、たどり着いたんだよ、闘技場に。闘技場に着いたーっつって入ったらもう終わってたんだ。あ、もう縁も竹縄だったんだ。え、もう終わったの？終わったよ。そう、あっち、そうそうそう。え、嘘、どうだよ。もう10対0で勝ち。みたいな。見たかったな。試合の方ね。試合の方、わかんないですよ ね。あ、でも、そう、なるほどね。ただ、まあ、戦いつっちゃったけど。完全勇者だと思ってた。なんだ、でも私も悪役だな。悪役ですか。うん、悪役だな。あ、はい、悪役。はい、マリナ。はっはっはっは。死ねー。それもう1個前のお題ですよ。1個前のお題。死ねー。いいね、うん、シンプルイズベストですね。はい、それでは、これ面白いな。結果こちらです、どうぞ。トキさん、ありがとうございます。トキ君強いな。1手目ありますからね。あ、いや、わかる。でもなんか悪役のね、側だよね、立つのはね。いや、いいね、これ楽しいね。楽しいです、ね、これ俺多分永遠できる。永遠できる。永遠できる。大喜利だもんね、ただ、ね、そう、大喜利だから、結局ね。はい、お題こちらです、はい、これは、お、これはデブラブからの原作の抜粋ですね。セリフの抜粋、はい、ブスな私のアイディア。はい、マリナ。皆さんをより、美しく引き立たせる容姿を持つ私に、皆様のさぞ素晴らしい金言をお聞かせくださいませんか。長いよ。もう丁寧語と謙譲語がもう100入ってました、ね、全部もう減り下りすぎて失礼みたいな。そうそうそう。めっちゃ長いし。そうそう、もうどこが対義語になってたのかもよくわかんないぐらい。何言ってるか分からなかったね。そうですね、うん、あ、でもそれもありだよね。はいは、はい、お、どうぞ。世界一美しいあなたの下着をみんなが求めているよ。どうしてどういうこと。え、待って、ちょちょちょ、はい、なんて言った、なんて言った、何なんて言った。世界一美しい、ま、あなたの下着をみんなが求めてる。どこから出てきた下着。どこから出てきた下着の対義語って何だっけ。下着どこにあります。アイデア、アイデアの対義語。アイデアの対義語。なんか空間歪んだ、いくつか。いやいや、うん、アイデアの対義語は下着です。あ、そうなの。僕にとってはアイデアの対義語が下着。やっぱね、下着の、やっぱ何にも浮かばねえなって時は下着しか浮かばない。確かに、なるほどね、はい。じゃあ俺が僕に、はいはいはい、どうぞ。綺麗な君の考えを聞かせてほしいな。ああ、いや、でもなんか今ちょっとずるい感じ。言い方でいい声で、あなたに言われたくないな。いい声でごまかそうとした感じするよな。なんか言い方のことはトシは言えないと思う。ニュアンス勝負は豊永さん絶対聞きないでしょうよ。人のこと言っちゃいけないよ、それはね。はい、それでは、はい、これ大事なね、対義語ですから、うん、さあ結果お願いします。どん、お、勝者なし、ノー秀逸。そっち全員秀逸じゃないんだね。ノー秀逸だそうです。いや、一番出さなきゃいけない原作のセリフで出せないっていう、我々出せなかった、なんという手たらく。本当だよ、お前、君たち俺の下着と同じレベル。確かに。もうちょっと頑張ってくれ。そうだよ、トッシーには勝ってたよ。
よね。そうだよ。トッシーに怒ってたよ。そうね。俺には勝ってたと思うよ。でもなんかすごいこう読み上げてる感が井上さんにはありました。ね、そうね。政見放送の。そうね。あ、終了。あ、終了。はい。あ、面白かった。ってなんだ、あ、なんか一応勝者とかあるんですか、あるんですか、これね、あるんだ、はい、一応勝者は2ポイントでトキくんです、おめでとう、ありがとうございます。じゃあ対義語キングを君に差し上げますよ。やった嬉しい。対義語うまかったね。ウィズラインのプロフィール書いておきます。あ、得意なこと対義語、対義語して、そうだよ、言って、よろしくお願いします。素晴らしい。はい、というわけでね、皆さんもね、なんかぜひ遊んでみてください、はい、以上、逆転わちゃわちゃ対義語セリフ対決でした。さあ、みんな待ってるかな、待ってないかな、漫画朗読のお時間じゃないし、お時間です。終わったの、そのコーナーは。対義語のコーナーは終わったの。対義語も、まあ、対義語もやらなくていい。いいの、考えなくていいよ、はい、さあ、ということで、改めまして今回ご紹介する漫画はこちら、現在実写ドラマが絶賛放送中、ママカリ先生によるデブとラブと過ちとでございます、はい、ではマリナの方からストーリー概要をお願いします。はい、こんなブスでデブな私が美しいあなたを好きになったから罰が当たったんだ。コンプレックスの塊ゆめ子はある日大事故に遭う。なんとか一命を取り留めたが、目が覚めた彼女はまるで人が変わってしまっていた。これが私、超かわいい。以前と180度違う彼女に周囲は驚きと戸惑いを隠せない。しかし超ポジティブになったゆめ子によって環境は大きく変わっていく。悩みやコンプレックスは誰にでもあるもの。それぞれのキャラが隠しているそれらをゆめ子がぶった切っていく。恋に仕事に友情に、そして殺人未遂事件、読めば元気になるドタバタラブコメディーということです。はい、はい、本当ね、元気になるね、うんうん、しかもまあ今回に関してはね、うん、もう絶賛ドラマ放送中の中、うんうん、我々声優陣が朗読をさせていただくという、うん、プレッシャーね、もう放送してますからね。本当だよね。そんな中すいません、我々も読ませていただいて、全然違う芝居したらどうしよう。まだね、だってまだ我々この時点ではまだ見れてないから。そうなんですよ、ね、まだね、我々収録タイミングでオンエアしてないので。そうなんですよ、一体どうなってるのかっていうのも楽しみにしながらね、朗読していきたいと思います。はい、はい、ではですね、デブとラブと過ちと朗読していきたいと思います、読むのはですね、ポジティブになったゆめ子は商品開発も順調、そんな中刑事が現れと気になるシーンの朗読でございます。それではお聞きください、どうぞ。よりラムネ感を出すために炭酸ガス入りのキャンディーを砕いたものをパウダーに混ぜました。いかがでしょうか。よし、これでいこう。商品化を進めてください。副社長、先に言っててくれるかな。はい、あなたは昨日の朝はごめん、ラムネを探してて公園に行けなかったんだ。ラムネってどこにでも売ってるわけじゃないんだね。5軒もはしごしたよ。でもラムネ探しに必死になっていたら不思議と発作が起きなかったんだ。君のおかげだよ、ありがとう。いいえ、私こそヒントをありがとう。この前の手酌のお礼だよ。それに明るくて前向きな君が素敵で応援したくなったんだ。また公園で商品化楽しみにしてるよ。やっぱり公園の彼だった。しかも超優しい、好き。私の目に狂いはなかったわ。そうよ、彼が不倫なんて信じないわ。でもどうしてツンデレなのかしら。発作って病弱なの。わかんないことだらけだわ、ミステリアスな人。こうだ、ゆめ子さん。あ、待てど暮らせど来てくれないから会いに来ましたよ。誰この人。
私、丸抜署捜査一課の南と言います。一度署まで来ていただけるとのことでしたよね。待てど暮らせど来てくれないから会いに来ましたよ。あ、ごめんなさい、すっかり忘れてて。あなたが電話をくれた人？いや、それは部下の。南さん、置いてかないでくださいよ。うるせえ谷川、でけえ声出すな。ああ、どうも、先日は突然の電話失礼しました。丸抜署捜査一課の谷川です。何？刑事とか言ってない？まあ、ここで立ち話もなんなんで、お茶でもいかがです？電話でも言った通り、殺人未遂の可能性も浮上してきましてね。怨恨の疑いもあって、こっちとしても大っぴらに動けなくてね。え？連婚？怨恨、アホか！はい、おはようございます。夢子可愛いな。夢子可愛いな。前向きなのってやっぱ素敵ですね。いいよね。全てにおいてこうプラスに捉えてくれる。そう、いてほしいよね。そうね、友人にいると落ち込んでる時になんかすごい支えてくれそうですもんね。ね、でなんかやっぱ険悪な空気とかさ、うんうん、ちょっと怒ったりとかしててもさ、なんか夢子がいるともうみたいな、もうでなんかこう肩の力抜けちゃう感じがあるよね。そうそうそう、夢子も怒ったりするけど怒り方も可愛いから、可愛いのよ。そうそう、微笑ましい怒り方をしてくれるから、トンってなる。そうそうそう、すごい可愛いよね。はい、まあそういうことでね、うん、まあ南さんが出てきます、刑事が出てきて、なんかこういうちょっとさ、うん、そっちに行くんだっていうさ、そう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 、うんうん、なんかさ、なんだろう、俺個人的にこの作品すごいなんか、うん、人情みたいな、うんうんうん、なんかそういう印象がすごく強いんだけど、うんうんうん、そんな中でもやっぱり夢子がさ、うん、記憶がないじゃない、うんうん、そうだね、で記憶がない中での、うん、なんかその今までそのなんか見てる側もさ、うん、なんか周りの人のリアクション見て、うん、え、夢子とこの人の関係性ってどうなの、うん、っていうのが分からない、夢子と同じ心境で読めるじゃん。あ、そうですね、うん、あの距離感が絶妙ですよね。同僚とか先輩とかからの、うん、空気感っていうののズレがいろんなコマにこうあって、うんうん、それがすごい面白いですよね。 それがまたちょっとした謎解きになってるじゃん、うんうん、ミステリー要素、はい、そうそうそう、そこがやっぱすごい秀逸な作品だなと。でここからね、また夢子が果たしてどう、はい、そうですね、これはネタバレになりますが、まあまあ、そうです、まあ、あれですけれども、この刑事が出てきたりとか、うん、また別のね、あのキャラが出てきて、うん、いろいろちょっと怒っていくわけなんですけれども、そうですね、そういう意味で言ったらドラマもどこまで描かれるのかとか、本当だよ ね、そういうところもちょっと気になるところなので、ね、うん、最後までぜひ注目して見ていきたいと。はい、さあということでですね、皆さん 今読んだシーンについてどう思いましたでしょうか。ぜひ感想をコメント欄に書いてください。はい、今朗読したデブとラブと過ちとはご覧の期間でマイクロ版が1巻から10巻が無料、11巻から15巻が半額、書き下ろしおまけ付き特装版1巻から2巻が無料、3巻半額となっております。この機会にぜひチェックしてみてください。さあということで、本日は今話題の作品デブとラブと過ちと、再度ご紹介させていただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。ね、トキ君も今回ゲストで来ていただきまして、はい、なんか俺個人的にはあのトキ君とマリナの関係性っていうのが意外とこう初めましてというか、うん、ぐらいの感覚でこうやっていたというか、初めましてだよね。初めましてです。なんかそう、それが俺ちょっと意外だったの。あ、そうなんですか。そう、もっとこう、もっとなんかな、仲良しだ、仲良しだと思ってるんですよ、ね、あのなんかもうちょっと関係性があったんじゃないかという感じ。そう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 、いやでもあの本当にこうその時イベントの時に挨拶をさせてもらった時も、うん、本当に優しく返してくださって。そうでしょう、そうなんですよ、優しいのよマリナ、うん、お話ししてるからさ。いっぱい人いるんだから。本当に今回も初めましてではあったんですけど、うん、こうやってそれこそ裏のところで今日もよろしくねとか言ってくださったりもしてたので、うんうん、僕は本当になんか今日こうお先輩2人に囲まれている状況 ではあったんですけど、うんうん、いつものいっぱい喋るっていうモードになれてすごい楽しかったです、うん、なんかね、私は2人の関係性がなんかいいね、うん、こうボケ安心してボケられる年とか、あー、わかるって感じがすごいしてる。トキ君がね、やっとね、俺に対してね、遠慮なく突っ込んでくれる。喜んでるね、そうですね、楽しい、うん、30を超えてやっと突っ込めるようになりました。
それがすごく嬉しいね。後輩が成長した感じが。いやー本当ね。事務所なんですけどね。ね、そう全然事務所さんは関係ないんだけど、けどね、そうでもそうやって慕ってくれるのでね、非常にありがたいな。今後ともよろしくお願いします。こちらこそです。井上さん、本日もありがとうございます。ありがとうございました。大丈夫だった？めちゃめちゃなんかそのね、漫画とかも読ませ一緒に読ませていただいたりとかして、どうでしたか、トキ君？いやもうやっぱ僕はデビューが結構遅いんですよ。25の年で始めていたので、それ以前はもともと僕アニメとかも大好きだったので、いろんな作品でやっぱ井上さんのお声を聞かせていただいたっていうのもあったので、すごいやっぱ光栄だったなとも思いますし、これからそれこそいろんな現場でもっともっとできたらなとも思います。でも本当になんだろう、こんなにもこう女性の先輩でお話をさせていただくことってなかなか今までなかったので、多分そこまで本当にないんですよ。そういう風にあれかメンズが多い現場が多いのかな。ですメンズが多い現場、確かになんか男の子に囲まれてるイメージがあるとかそういうのが多かったので、うん、ちょっとなのその始まる前は結構割と緊張はしていました。あら見えんかったね。見えないね、なんですけど本当にこうやってたくさんお話をしてくださったので、うん、それが なんか、まあ、失礼ないようにしようって思いつつも、なんかちょっと そのご迷惑だったら全部多分支えてくださるなっていう感じが。後輩が上手だね。でも後輩上手。わかるそれ、ね。上手な後輩なのよ。これ上手よ。先輩に囲まれて何かやることが多かったの。それこそ最初も豊中さんとか、うん、小野由紀さんとかだったので、うんうん、結構支えて育っている分。バラエティに囲まれて、ね。そうなんです。めちゃめちゃ面白い方たちばっかりだったので。揉まれた結果こうなりました。なりました。喋、ね、りすぎに。いやいや。そうですね。まあまあまだまだね、あのお付き合いいただくと思います。そうですね、はい、引き続きよろしくお願いします。お願いします。はい。さてさて、はいはい、まあ、しちゃうね。ご覧の皆様もね、今日の漫画を、コミックシーンまで読んで、ぜひコメント欄に感想を書き込んでください。はい。さあということで、最後になりますが、トキ君、見ている人はですね、超ポジティブになれるような感じでですね、はい、ちょっとすいませんけれども、チャンネル登録の促しを。チャンネル登録よろしくね。こんな声しばらくやってみ見たみんな、今のが俺の悪いところを受け継いだ結果。そうだ悪いとこだよ。これ俺の悪いところを受け継いじゃったから、はいはい、ごめんね。そうだよね。ありがとうございました。無意識にありがとうございました。はい、次回11月26日はなんとデブとラブと会いましょう。聞いてよ。何作家先生、まんまあかり先生を交えてコラボグッズのオンライン企画会議を行います。何それ。はい、そんな素晴らしい企画が待っております。そちらの、ね、企画したグッズは視聴者プレゼントにもしかしたらなるかもしれませんので、次回絶対にお見逃しなく、よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけでまたさようなら。